大学に入る前はもう本当に大学に入ることが不安でたまらなかったです。で、そんな不安を払拭するためにも音楽を通じて仲間ができるといいなっていう思いがあったので、そういうサークルを探してみようと思って行き着いたサークルが、お琴と三味線と尺八を扱った邦楽部っていう和楽器の部活でしたね。邦楽部に入ったら本当に先輩が大歓迎してくれるんですね。それに私も尺八にドハマりしてしまいまして、本当に尺八吹いてることによって、人の輪もたくさん広がって、大学時代は尺八ばっかり吹いていた、そんな大学生活だったなというふうに思います。ここは愛媛県松山市にある尺八工房ジアンという私が経営している工房なんですけれども、ここで尺八の製作と販売、それから演奏活動、そして尺八の吹き方を教えている教室っていうのを仕事にして今行っております。やっぱり大学に入って尺八に出会って今こうして仕事にしているわけで、大学は尺八と私を出会わせてくれた一つの場であるということに本当に感謝しています。やっぱり頑張ってる人っていうのをものすごく応援サポートする力のある大学なんだろうなというふうに今は思います。こんな勉強をやってみたいとか、こんな活動するにはどうしたらいいんだろうって思った時に、気軽に大学の方に相談すると、きっと大学側はこんなプログラム、あんなプログラムがあるよっていうことを、紹介して、学生をどんどん前に前に、押し出す、そんな力のある大学なんだろうなというふうに思います。私自身も中国の学生と文化交流するという企画があるけど、おはぎくんどうですかみたいな感じで言われて応募したら、中国に行って本当に学生交流させてもらうということができました。本当にぜひどんどん大学に自分のやっていることをアピールしてもらったら、それに応えてくれる大学だなというふうに思いますね。新入生、こんにちは。全国各地からいろんな才能を持った人たちが集まってきてると思います。あなたの隣にいる人、それからあなた自身もきっとそうなんだと思いますが、そういった才能をどんどん伸ばしてほしいし、今見つかってないという方もきっと一生懸命やってるうちに何か、きっと何かが見つかるはずなんですね。なのでそういった自分のちょっと得意なことなんかを大学の方にアピールしてみたら、じゃあこんなのもやってみろよっていうふうに、きっと背中を押してくれることだろうと思います。本当に今頑張っておけば、その今頑張っていることが、将来後々役に立ってくると思いますので、とにかく今を頑張る、いや楽しく頑張るということで、大学生活を送っていただけたらなというふうに思います。では、大学生活楽しんで頑張ってください。ありがとうございました。